日本の軍備拡大、ロシアのウクライナに対する侵攻、ロシアの極東における日本への圧力、北朝鮮の最近の軍備拡大、中国と台湾、の将来。中国と台湾はその軍備の格差がどんどん大きくなりつつある。いずれ何かがあると思うても間違いではない。このロシア、中国、北朝鮮に対して今までの防衛能力では日本は日本を守りきれない。どうしても軍備拡大の必要がある。日本の財政は苦しいが、今後の超少子、超高齢化、その他のことを考えると、財政的にはとてつもなく苦しいが、戦争に負けると、その何倍も何倍も苦しい。ここは無理してでも、急速に予定以上に日本の軍備を拡大すべきである。現在の若い人々は戦争に負ければどんな悲惨な目に遭うかということを分かっていない。日本は幸いなところアメリカに占領された。だからこの程度で済んだ。これが中国やロシアに占領されているとそうはいかない。大体こんな言い方厳しいかもわからない。ロシアにも朝鮮にも中国にもいい人はおるけど少数である。全体として見ると彼らは非常に凶悪である。私は特にロシアと朝鮮やることは人間離れしている。それは日本が戦争に負けた時に十分に味わった。こういうことは二度とあってはいけない。だから日本はたとえ財政的には苦しくとも何が何でも軍備拡張する。それとアメリカとの連携を良くして軍備を拡張する。これが非常に重要なことだと考えている。むしろ今のスピードは遅い。軍備拡張のテンポは遅い。下手すると間に合わないようなこともあり得る。
もっともっと急速に軍備拡大すべきである。